魔王クリチェフスコイ・シス。長きにわたり魔界を統治してきた偉大なる王の死は異空の闇を駆け抜け、瞬く間に魔界全土へと広がった。これを機にクリチェフスコイ聖火でくすぶっていた野心旺盛な悪魔たちが次々と台頭。魔界は群雄割拠の乱世を迎えることになる。それから2年後、あっ。
Thank you.
撃たれ。いた。あとは頼むよ。くらえ。ここまでか。参ります。愛はミラクル。いた。あとは頼むよ。覚悟を決めろ。お先に失礼します。行くぞ。撃たれ。負けちゃった。撃たれ。覚悟を決めろ。マシュッ。ドリャン。お先に失礼します。撃たれ。負けちゃった。行ってきな。スリルだ。このスリル最高ね。非道の限りを尽くしてきたラハール殿下にとうとう正義の鉄槌が下る時が来た。おい。そして亡き殿下の意志を継ぎ魔王の地位につく決意をするけなげなエトナ。人を勝手に殺すな。さよなら殿下。殿下の財産や権力は全てエトナがいただきます。とんでもない女だな。次回、超時空美少女悪魔エトナ第2話、女王エトナ誕生。魔界の闇に美少女が舞う。この大嘘つき。